平成28年9月11日、阿蘇市内の牧の阿蘇体育館で、福岡市にある韓国総領事館が主催し、熊本県テコンドー協会の主幹によって、2016中福岡大韓民国総領事杯九州オープンテコンドー選手権大会が開催されました。この大会には、九州、沖縄、そして大阪から、およそ130名の選手が集い、盛大に開かれました。開会式では、パク・ジンワン総領事が、テコンドーは韓国の国技ですが、オリンピックにも採用されたスポーツです。日本においても、韓国文化のテコンドーとして、武道として、これからも普及することを願っています。今回は、4月の地震で被災された阿蘇市で開催することで、復興支援の一環として熊本県テコンドー協会と協議して開催しましたと挨拶。来賓として出席した佐藤義興市長も、韓国総領事杯という名誉ある第1回の大会をここ阿蘇市で開催されることに感謝いたしますと挨拶し、選手たちにエールを送りました。またこの大会の運営費の一部を支援金として総領事から阿蘇市長へと渡されました。試合は幼児から一般まで行われ、選手たちはメダルを目指して奮闘していました。